食堂です。本日はオーディブル紹介コーナーでございます。まあ僕のチャンネルではよく紹介させていただいています Amazon オーディブル、はい、こちらで、毎月僕が気に入った本を紹介するというようなコーナーでございます。 Amazon オーディブルは月額で1500円で本が読み放題のサービスとなっております。まあ本を読み放題といっても、まあ単純な本を読むっていうよりは、ながら読書ですね、音読サービスとなっております。まあそんな Amazon オーディブル、僕が、こう進めている理由なんですけども、まあランニングを楽しいものにできるっていうのと、まあランニング中にも勉強ができるっていうのはすごくこのながら読書、朗読アプリのいいところなのかなと思います。はい。まあ本をですね、読もうと思うと、僕も結構本好きで、結構ね、本読みたいなと思うんですけど、まあ、本を読もうとすると他のことができなくなるんですよね。はい。まあランニングにおいても、逆に、まあランニング、これも僕すごい好きで毎日走ってるんですけど、まあ基本はランニングも、その行為のみにもう体縛られちゃうわけですよ。はい。まあ本も読書も同じように、読書だけしかできないし、ランニングもランニングだけしかできない。はい。まあ、どっちもやりたいけど、まあ、人にはね、1日24時間という時間しかありませんので、まあ、本読むとか、まあ、トレーニング以外にもやりたいことたくさんあると思うんで、まあ、そんなにね、やっぱり時間って取れないんですよね。まあ、そんな時に、ながら読書しながらランニングできればすごくいいよねっていうところで、僕はすごくこのオーディブル気に入って使ってます。まあ、時間の節約ができるので、もう極論言ってしまえば、人より倍の時間を使えるようになるというのが、この Amazon Audible の、まあ、ランナーに Amazon Audible をお勧めしたい理由になります。実際僕も使って、すごく楽しい、読書も楽しんで、ランニングもトレーニングも行っております。まあ、そんな Amazon Audible で僕が毎月読んで楽しかったなと思った商品を作品を紹介するというようなコーナーになります。で、今回紹介するのはですね、2作品紹介したいなと思います。はい。コーヒーが冷めないうちにと、この嘘がバレないうちにという作品になります。まあ、タイトル似てるなと思った方、そうですね、この2つはシリーズものになっております。まあ、ざっくりとこの作品のあらすじを伝え、この作品のあらすじを、まあ、話すと、とある町、とある喫茶店のとある座席には不思議な都市伝説があったと。その席に座ると望んだ通りの時間に戻れるという、まあ、あのタイムリープものですね。はい。ただしそこには面倒くさい、非常に面倒くさいルールがありましたと。はい。1、過去に戻ってもこの喫茶店を訪れたことのないものには会うことはできない。2、過去に戻ってどんな努力をしても現実は変わらない。3、過去に戻れる席には先客がいると。その席に座れるのはその先客が席を立った時だけ。4、過去に戻っても席を立って移動することはできない。5、過去に戻れるのはコーヒーをカップに注いでからそのコーヒーが冷めてしまうまでの間だけ。めんどくさいルールはこれだけではない。それにもかかわらず、今日も都市伝説の噂を聞いた客がこの喫茶店を訪れるというような内容になっております。まあ、この、過去に戻れるということで、まあ、過去に後悔してたり、過去に後悔してたことがある客がこの喫茶店を訪れて、まあ、過去を変えられないけど過去に戻って物語が進むというような作品になっております。まあ、そんなこの2作品、コーヒーが冷めないうちにと、この嘘がバレないうちになんですけど、まあ、とてもね、読みやすいんですよね。はい。この読みやすい理由がですね、まあ、物語がですね、こう、短編ものになってて、一個一個が約1時間ぐらいかな。1時間前後ぐらいで、そのながら読書が、まあ、1話が終わるので、ランニング1回行った時に1話聞くことができるぐらいの感覚で、まあ、やっぱり長いと、小説とか長くなってくると、まあ、集中力途切れちゃうんで、そうするとね、小説の世界にもう戻れなくなっちゃって、あれ？これどこの話だっけ？みたいな感じになるんですけど、まあ、このコーヒーが冷めないうちに、この嘘がバレないうちにに関しては、
短編ものになっているのでとても読みやすいと。はい。でそれぞれ2作品で4話ずつかな、4人ずつこのお客さんがいてその話があるんですけど、それぞれでね僕がグッときた話をちょっと最後にしたいなと思うんですけど、コーヒーが冷めないうちにの方に関しては、僕は第2話の夫婦記憶が消えていく男と看護師の話というお話がすごくね良かったです。まあ、この話マジ泣けるんですよね。まあ、簡単に話をまとめると、まあ、この男、記憶が消えていく男、はい、これ認知症で記憶がなくなっていくんですよ。で、その男は、まあ、結婚していたことは、その男、結婚してたことは、覚えているんですけど、その相手が誰だったかを覚えてないんです。でいつものようにその喫茶店でその男、認知症の男がコーヒーを飲んでいるんですけど、まあ、その喫茶店に、まあ、いつものように同じような常連さんで女性が入ってきますと。お二人は常連で、まあ、いつものように挨拶をするような仲だったんですけど、男はその女性をもう覚えてないと。はい。ある時覚えてないと。まあ、認知症がこう進んでしまって覚えてなくなっちゃったんですけど、この二人、なんとですね、夫婦だったわけですね。はい。まあ、相方、パートナーを、まあ、認知症のせいで、だんだんと忘れていってしまうと。はい。まあ、最初は認知症で、認知症になってしまって、で、最初に、誰と結婚したかっていうのを忘れてしまって、次第には、その人すらも覚えてないと。まあ、非常にね、こう、泣けてしまうんですけど、まあ、これね、僕、すごいこの二人の物語なんですけど、まあ、めっちゃ泣けますね。はい。これ僕ね、大宮区議館を LSD してた時に聞いてたんですけど、まあね、ボロ泣きでしたね。走りながら泣いてました。上尾の陸上競技場の、周辺に陸橋があるんですけど、まああの辺りでね、もうこう涙拭いながら走っててね、夜でよかったっていうね、はい。まあそんなね、非常に心温まるホットな物語でございます。まあ、結婚したけどなんか退屈だなとか、みたいに思っている人にはぜひね、聞いてほしい、物語でございます。じゃあ続いて2作品目のこの嘘がバレないうちに、こちらの方で、まあ僕がグッと来た話なんですけど、まあこれね、第2話の、これも第2話なんですけど、母親の葬儀に出られなかった息子の話と、はい。まあこれはですね、まあざっくりと話すと、まあ貧乏な家に育ったと。で、その男は陶芸家を目指してて、家族の反対を押し切って陶芸の道で、まあ一人、出ていくわけですよ、家を。で、その時にその母親から家にお金がないのに大金を渡されて、これでなんとか生活しなさいみたいな感じで渡されたんですよ。で、男はそのお金をですね、ずっと使わずに持ってたんですけど、結局ね、その陶芸家は騙されてしまうんですよね。詐欺にあって、まあ、自分の、あなたの陶芸の、なんていうの、アトリエを作りましょうみたいな感じの話、うまい話のに乗っかっちゃって、それが詐欺にあって借金だけが残ってしまうと。で、そんな時に母親が危篤状態になってしまって、なってしまったんですけど、男は借金まみれだし、実家に帰ることもできなかったと。お金がなかったんで。というところで、母親の葬儀に顔を出すことができなかったという話で、過去に戻りたいという話なんですけど、これはマジで感動ものです。涙なしでこれ読み切れる人はまずいないと思います。まあ、というかね、こう、家族との死別系は、ちょっとやっぱね、ずるいっすよね。もう大体100発100中で泣いちゃうんで。ちなみにこれもですね、もう僕は。これはですね、どこで聞いてたかな。あ、これはね、つい先日だ。内灘行った時に聞きながら、走ってて、途中で泣いておりました。うるせえ泣いてなんかないイエイこれ、汗ない。はい。ということで、今回オーディブルで、読んでほしい本を2作紹介しました。概要欄にオーディブルのリンク入れておきますので、気になる方は、試してみてください。ちなみにオーディブルは1ヶ月間お試し無料なので、まあ、1ヶ月、試しに使ってみて、そのまま、30日以内に解約すれば、タダで使えるので、まあ実質0円と。はい。
というより本を2冊、例えば今紹介した本2冊読むだけで、まあ、1冊1000円だとすれば、まあ、2000円分得すると思うんで、気兼ねなく試してもらって、まあ、僕はもうその後ずっと使ってるんで、まあ、毎月新しい本が出るんで、まあ、退屈しないとか飽きないような、ものになっているので、よかったら使ってみてください。ちなみに解約方法も、動画にしてますんで、そちらを見ながらですね、もし合わないなっていう方はですね、解約するのもいいのかなと思います。ということで今日の動画は、Amazon Audible で読んでよかったものを2つ紹介してみました。ということで今日の動画以上、ご視聴ありがとうございました。